皆様、本日は寒さの厳しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより横浜トリエンナーレ2017公開対話シリーズ横浜ラウンド1 0と1の間にあるアートを始めさせていただきます。私は本日司会を務めさせていただきます横浜トリエンナーレ組織委員会事務局プロジェクトマネージャーの帆橋亜希と申します。よろしくお願いいたします。本日は横浜トリエンナーレ、それでは早速横浜ラウンド1を始めたいと思いますが、本日構想会議のメンバーであり解剖学者である養老孟司さんと、同じく解剖学者で美術批評家でもある布施秀人さんをお迎えして開催することになっております。それでは早速ではございますが、まずはじめに横浜トリエンナーレ2017ディレクターズの一人である三菊亜希子よりこの横浜ラウンドの概要について紹介させていただきます。三菊さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。本日は本当に寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。ついに横浜トリエンナーレの開催される2017年が始まりました。2017年は日本の歴史が大きく動いた大政奉還から150年、イデオロギーの時代の始まりであったロシア革命から100年、また美術の分野では美術の概念を転換させたデュシャンの泉という作品から100年となり、さまざまな転換期にあたります。その2017年ですが、年明けからイスタンブールでテロ攻撃が起こるなど、不穏な幕開けとなりました。このように不安定で先行きの見えない、そして時代の転換期といわれる年に行われる国際美術展として、我々は「島と星座とガラパゴス」というタイトルのもと、接続性と孤立という観点から我々を取り巻く環境について考えるとともに、独自性と多様性、また想像力や想像力、イマジネーションとクリエイティビティですね、その可能性などについて施策を巡らすことを考えました。今回の横浜トリエンナーレの大きな特徴として、美術の分野だけでなく他分野の専門家の方々にも参加いただき、異なる分野をつなげることがあります。具体的には今図で見ていただいておりますように、企画コンセプトなどを考えるにあたり、我々ディレクターに加えて6名の異なる分野の方々に構想会議に入っていただきました。また展覧会だけではなく、より幅広い分野の専門家を招いて議論を重ねる公開対話シリーズ横浜ラウンドを実施し、視覚と対話の両面から考察を深めていきます。この横浜ラウンドのラウンドですが、ラウンドテーブルと言われますように、円卓を囲むように何回かにわたって対話議論を重ねることを示しております。一連の対話議論を通して、先行きの見えない複雑な時代に人間の勇気と想像力がどのような可能性を開くことができるのか、新たな視点を開国の地である横浜から発信できればと考えております。この横浜ラウンドですが、8月にオープンする展覧会の開幕に先立ち、本日やっと始動します。そして今後、会期前、会期中を通して約10回程度、核となる会を予定しており、閉幕時の横浜トリエンナーレ2017宣言で締めくくられます。各会においては、異分野の方々を星座のように結び合わせ、想像力を刺激する議論になるようにしていきたいと思います。グローバル化した現代では、ローカルな関係を積み重ねるだけではなく、時にはそれを飛び越える関係こそが世界をつなぐ鍵となります。本ラウンドが分野と地域を超えたコミュニケーションの鍵となることを、願っております。さてですね、その栄えある第1回では「0と1の間にあるアート」というタイトルで養老孟司さんと布施秀人さんに話をしていただきます。こうしてまずアートとはという話から始まり、今後つながる世界と孤立する世界、島について、自然と人間、ガラパゴス考察、光と影の関係といったテーマの議論をですね、予定しております。こうした議論を通して世界の保守化や多様性、独自性を受け入れられる社会とは、そういった点について、またさらに保守と保守をつなげ、神話のような継承を描き出し、未来の船出の道しるべとなるような美しい星座を描き出す想像力によるアートの可能性とは、そういった点について施策を発展させていきたいと考えております。今後も皆様の参加をお待ちしております。それでは養老先生にご登場いただきたいと思います。三木さん、ありがとうございます。では養老孟司さんによる基調講演0と1の間にあるアートです。養老先生、お願いいたします。ちょっと変な題だなと思われた方はあるんじゃないかと思いますが、あるいはもう中身が大金の方もあるかもしれません。現代って0と1でできてるわけですね。皆さん方のお宅のテレビがある時デジタルテレビに変わったはずで、0と1ですね、あれは。で、数字って僕ら子供の頃習ってたのは0から9まで、そうですね、10個数字を覚えないといけない。しかし本当は数字って2個あれば十分なんで、0と1で書けるんですよ、全部。それピンとこない人は来ないんでしょうけど、分かってる人はもう分かりきってるんでね、これ二進法ってやつで、0は0で1は12はどうするかっていう、まあご存知でしょう。10と書きゃいいんですね。3は11って書けばいいんで、4はどうするかって100って書きゃいいんです。等々で書いていきますと、数字は実は2つきゃいらないんですね。それでだから極めて単純化した、そういうものを使って、今皆さんスマホも普通に使っておられると思うんですけどね、あれ中身全部01ですね、根本は。ですからこれそういう世界が急激に立ち上がっちゃいました。でも最近は去年の大きなニュースっていうと、まあ碁も将棋もそうですけども、コンピューターの方が勝っちゃうんですね。で、当たり前で私はよく言うんですけど、100m 競争をね、オートバイとやるやつがいるかって言うんですね。オートバイは走る専門の機械ですから。で、コンピューターっていうのはああいう論理計算をやる専門の機械ですから、それ人間と競争しても意味がないんですよ、もう。そうするとそういう世界ってどうなっちゃうんだろうっていう心配が始まってですね、去年ですから NHK の若い方が何人か取材に来られたことがあって、何かあったら中年のサラリーマンがもう自分の仕事をいずれ取られちゃうんじゃないかって思ってる、不安に思ってるから、どう思いますかって。で、最近去年出た本の中に、例えば日本語のタイトルですと翻訳ですけど「人間様お断り」っていう本がありますよ。で、将来コンピューターの世界がどのくらい人の作業を控えていくかということを予測している、あれを書いてる本です。で、まあそういうふうになってきた時代なんですけど、これあくまでも根本は0と1です。じゃあアートって何だろうってことを考えますと、アート、もちろん今の技術ですとですね、例えば何でもいいんですけど、モナリザならモナリザっていうのを完全に復元することって私は多分できるだろうと思うんですね。ほとんど同じように作り出す。だけどおそらく皆さん方それはちょっと違うんじゃないのって思うでしょうね。で、そういうものを普通なんて言ってるかというとコピーと言ってます。で、実は0と1の世界っていうのは何の世界かっていうと、これコピーの世界なんですよ。で、ピンとこないかもしれませんけど、コピーって元のものとそっくりってことですね。元のものとそっくりなんだけど、僕らが使ってた頃のコピー、若い頃のコピーっていうのは別にそっくりじゃありませんでした。青い紙かなんかでねコピーして、そのうちゼロックスができてきて、結構ちゃんとコピーができるようになるんですけど、それじゃゼロックスでコピーしたのがちゃんとしたコピーかっていうとですね、元と同じかっていうと、お分かりでしょう。ゼロックスのガラスの面にほこりだのゴミだのが載ってますと、黒くちゃんと写ってるんですね。ですから完全に元と同じではないコピーは。あんなこと分かってるよとおっしゃるでしょう。じゃあ元と完全に同じにするにはどうするんですかね。私はそれが究極的に詰まっていったのがこの01デジタルの世界という意見です。実は皆さん方がパソコンとかですね、でスマホの中で見ている世界っていうのは完全にですからコピーの世界です。どういう意味かというと、同じものがいくらでも作れるんですよ、間違いなく。なぜかっていうと、全てのものが01だけで書かれてるからです、あん中は。そうすると不思議な、ちょっと不思議に思ってくるのはですね、どうしてそうコピーを一生懸命作るんだろうということです。それでアートっていうのは明らかにコピーじゃないですね。これがアートであるっていう一つの大きな理由はそれしかない、たった一つのものっていうことです。それで例えば僕面白いなと思ったんですけど、SMAP のね「世界に一つだけの花」っておかしいと思ったことありません？だから学生が歌ってるから、私は学生に聞いたことあるんです。あんたね、世界に2つある花あったら俺のとこ持ってこいって言ったんですそうでしょ、俺が番号振ってやるから明日から区別つく。一つだけに決まってるんですよ、物事って。だけどそう思ってないでしょ。これだから、これどこの問題ですか？その同じものがいくつもあるっていうのと、一つ一つのものが全部違うっていうのは、一体どこでどう折り合わせたらいいんですかね。おそらくだから世界に一つだけの花っていうのは、若い人が自分は一つ違うんだよってね、一緒にしないでくれって学生が時々言ってましたよ、私教えてる時に。近頃の若い者はみたいな説教すると、こいつと一緒にしないでくださいとか言って隣のやつ叩いてましたけど、でそういう意味では若い人は自分だけね、自分に独自のもの、個性、そういうものをどうしても大事にしたがるんですね。でそれを発見したがる。でそれはだけど、そういう学生に僕よく言ってたんですけどね、誰もお前だってことは誰とも他の人と間違えないだろうって、個性って言うけど十分だろそれでって人と違うに決まってじゃないかって、ね、それは理屈じゃないんですよ実は。違うってどういうことで、じゃあコピーってどういうことだろうって考えますと、実は違うとか同じというのはですね、我々自身がしょっちゅうやっている働きであって、ものを違うというふうに見るのは、まあ、見ると言ってしまうしかないんですけど、感覚なんですよ。感覚的にものを捉えると全てのものは違う。そうでしょ。目で見れば、皆さん方は私がこうやって見てますと全部座ってるとこは違いますから、まず違うに決まってるんですよ、見ればね。でもそれを今度頭の中に入れちゃってまとめて言うと、例えば人っていう言葉になるんです。これってものすごいことですよね。ものすごいことって当たり前だから普通お考えにならないでしょうけど、私は人間ってここまで乱暴なものかと思うようになりましたね。それぞれの人がいて、みんな違うにもかかわらずそれを人として同じにするんです。で驚くべきことに、多分ですね、人がチンパンジーとかね、そういう祖先から離陸して言葉を持つよって現代の人になりましたが、その現代人の最大の初めて持った最大の能力がこの同じにするという能力だと私は思うようになりました。だから同じが、動物は同じがないんですよ。同じがないっていうことは、多分ですよ、僕動物になったことないか分かんないですけど、多分うちの猫はないんです同じが。だからどうするかっていうと、言葉が使えないんです。でね、言葉が使えないって、例えばうちの猫マルって言うんですけどね、私もね、女房も娘も猫呼ぶ時に「マル」って言うんですよ。で一応こっち向いて「ニャー」とか言いますよ。だから分かってるかって多分分かってないんで、どこが分かってないのかってお考えなことありません？それ分かってないのはですね、多分ですね、あいつは私の声と女房の声と娘の声を聞き分けちゃうんですよ。これ何が違うかっていうと、音の高さが違ってるんです。そうでしょ。私の声は男の声ですから低いですよね。女房の声高いんですよ。娘の声高い。この音の周波数が先に聞こえちゃうんですよ。分かっちゃうんです。これが先に分かっちゃって、この音はこういう音だって決めることができる能力を人も持ってることがあります。これを絶対音感って言うんですね。皆さんのほとんどは絶対音感ないでしょう。でも小さい時から楽器やられた方は絶対音感ある人がいるはずです。これはですね、近代になって出てきた能力ではありませんよ。うちの姉がですね、娘を訓練してました。ピアノ小さい時からでよく言ってましたけど、うちの姪はだから絶対音感があるんですよ。で姉の言い分だと、小さい時から楽器の訓練をしないと絶対音感という特殊な能力がつかないと言ってました。これは今思うと間違いです。だってうちの猫は絶対音感ですからこれはね、動物、実験された動物は全て絶対音感だってことがもう分かっております。そうすると音の高さが分かっちゃうということはですね、そっちが優先しちゃうということですから、そっちが優先しちゃうと、まず高さが分かっちゃうと、こういう音だなって動物は決めてしまいますね。でそこから先は同じにしようがないじゃないですか。高さ違うんだもん。そうですね、だから回るって私が言った時に、皆さん方は回という音とるという音をつなげたんだろうと思うでしょ。そうなんですよ。最初に聞こえちゃう音の高さを優先してしまうと、間っていう音はないんですよ。音の高さがあるだけです。でこの方が音の把握としてははるかに正確ですね。なぜなら音の高さをきちんと把握すれば、機械だってもう一度作ることができるんですから、そのくらいにはっきりしてるんですから、感覚的に与えられたものはいわば絶対的ですね。だけど皆さん方はそれ一切無視して、間という音とるという音があって、それをつなげたと。じゃあそういうふうにお考えならば、うちの猫にですね、間っていうのはこういう音で、るっていうのはこういう音だって教えてやってください。どうやって教えます実は私ども感覚を持っていて、当たり前ですね、動物も感覚を持ってます。そしてそれを今度頭の中に入れてですね、意識の中で操作します。意識の中で操作するときに、人の意識だけがおそらく同じという能力を備えるようになったんです。そう思うと非常に多くのことが説明できるように思います。人と動物はそこが違うんですよと。でね例えばうちの猫にですね、まあ丸はいいんですけど、前の猫は白っていう猫だったんです。真っ白で。でそいつにね、お前の名前を俺が書いて教えてやるから、でお前の名前はこうだよって言ってね、白だよって言って教えるんです。そしたら猫なんて言うか分かります？怒るんですよなんで怒るでしょ。だってこれ黒ですもん。これ分かります？今の音の絶対音感が聞こえちゃう。これが白だっていうのも、皆さん人間しかやらないことです。白を黒と言い含めるって言いますけどね、黒を白かこれ、そんなことをするのは人だけですよ。動物は素直にこれを黒と見ます。よろしいですね。そこにアートとの関連があることお分かりでしょ。なんとなくありますよね。アートっていうのは感覚を中心にしています。だからユニークなんです。常に作品はいくらコピーを作ってもダメなんです。それはコピーであって、そうでしょ。だからその唯一であるか同じであるか、実は皆さん方が作ってるんですよ。外の世界にそれがあるんじゃなくて、皆さん方が意識の中に持ち込んでしまうか、感覚のレベルで抑えておくかで、違うと同じが発生してきます。それで同じという能力を人間持ったために、同じの典型が実はコピーなんですね。同じにしようとするができるだけ、そうでしょ。だから人間そのものだってクローン作ろうとか言い出すんですよ。そうでしょ。クローンで全く同じ人を作ろうって、こんなアホなこと考えるのは人間だけですよだから同じって能力を皆さん方が持った時に、何を始めたかっていうと、実に人間が人間として持ってるものを、社会を作り出したわけで、その根本がイコールというだから最初に皆さんが同じっていうのをちゃんと習う時はこれでしょ。サンタさんは6だとね。でこの時にイコールと記号を習って、皆さん何の違和感もなく受け入れたでしょ。イコール。申し上げておきますが、おそらくチンパンジーはこのイコールは理解しません。サンタさんは分かるんです。彼らは計算できるんですよ。計算できるんだけど、イコールというこの記号は多分理解しません。私はチンパンジー直接調べてませんけど、チンパンジーがイコールを理解してないということについてはかなり確信があります。で彼らは例えば数字を伏せて最近どっかテレビでやったみたいですから、100なら100個の数字をずっとこう置いて、その中でいくつかを選んで伏せちゃう。チンパンジーに何があったか聞くと全部答えられるんですよ、10個ぐらいの数字。お分かりになります？皆さんトランプを伏せてね、きれいに並べて、でパッパッパッと10枚ぐらい開けて、さあ覚えてって言って、それ伏せでしょ、もう一度。でこれは何って言った時言えます？まず言える人ほとんど言えません。人間でもそういう人いるんですよ。カメラアイって言うんですけど、見たものがそっくりそのまま覚えられるっていう、これ感覚的な世界ですね。ポーンと入っちゃって、でそういう絵描きさんがいます。自分が見たクレムリンの前に3分間立ってて、ロンドンに帰って、それ細密が変えたっていう若い人がいますけれども、そういう能力っていうのは実は人の能力ではなくて動物の能力なんですよ。だけど皆さん方はそれを、そういう能力はもうない。その代わりどういう能力を持ったかって、イコールという能力を持ちました。でイコールがあるとですね、いつも言うんですけど、これがね、動物に近い人やっぱいるんです。私の友達で昨日も言いましたけど、池田清彦ってのがいて、時々テレビ出てますけど、早稲田の教授、あいつが中学生の時ね、中学で算数になる数学に文字が入ってきて、こうなるわけですよ。 2x=6 で x=3 でしょって先生がやる、ね、これが分かんない、分かんないっていうの気に入らない。でここでつっかえちゃって1週間分かんないって1週間ちょっとしばらくしたらパッと分かって、中学3年の教科書まで読んで、まあ、1日で数学終わっちまったって言ってましたけど、これ分かります？これ分かんないっていう、この中には分かんなかった方はいませんね。これ分かんない人はいるんですよ。どうしてって x は3じゃないだろうでしょ、x は3じゃないじゃないですか。x という字と3という字はそれぞれ違うように作ったんですから、ピンときません？だから方程式が入ってきて、中学で文字だけの方程式解いたら a=b になったりするでしょ、ね、でこの時に算数やめちゃう子が 1,000 人に数人いるんですよ。どうしてかって a は b じゃないだろう、a=b なら明日から b っていう字はいらない、 a って書けばいいだろう。お宅の子供さんなり何なりがそういう主張をしたらどうします？私の頃ですとそんなこと言うとへりくつんじゃない、ゴツンって一発で終わりですから、これです。これができるのが人だけなんです。感覚的にわざわざ違うように A と B という字を作っといて、挙句の果てにそれがイコールだと言うんです。これ理不尽って言うんです、こういうのだけどそれを皆さん素直に受け入れたでしょ、人だからです。でこれができるととんでもないことができるんですよ。 B=A なんですよ。これね、交換の法則って数学基礎論にちゃんとあるんでね、証明しなきゃいけないんですけど、数学の基礎ではだって右にあるのと左にあるのは違うんですからね。でそんなどうでもいいんで A=B なら B=A に決まってんだろうかと思ってるでしょ皆さん。でこれがだから感覚から離陸するところです。まさに感覚で捉えたら A=B=A は違うんですよ。だって式が違うもん。だけど頭の中入りますとこれはイコールです。ですからなんと我々が何気なくやってるこれは同じつまりイコールという能力がないとできないことなんですね。動物交換しませんよ。おかしいでしょ。猿がね、山の中でウサギの死んだの拾ってきて、犬が畑から落っこってるキリくわえてきて、あそこの市場で取り替えてたっていうの見たことないでしょ。これができると動物の暮らしはものすごく楽になると思いますね。いやそうなんですよ。だから生態系ってもうちょっと豊かになったと思うんですけどできない根本はイコールがないからです。それで交換ができるとですね、すごいことするんですよ。また皆さん日常的に何をするかっていうと、これにね価値が等しいってやつをつけるんです。等価交換。そうでしょ。これがお金じゃないですか。等価値が一つ同じってことでしょ。交換は同じってことですから、動物はお金絶対理解しません。そんなこと昔の人も分かっていて、だから猫に小判って言うんですよ。そうでしょ。この間うちの猫の鼻の先で一万円札チラチラしたら匂い嗅いでチャッてやって終わりになりました。そう単純なこと、イコールがないからです。2度も使ってるんですから、ここでお金は。そうすると動物にはこれとても理解できません。でこれが人間社会に入った時にっていう話を大急ぎでしますけど、と人間の特徴でしょ、お金使うのは。でもう一つ人間社会の大きな特徴があります。それは何かっていうと、認知科学者が心の理論と呼ぶ、そんな難しいものは何でもないんです。これ何でもないんですよ。チンパンジーと人間の子供で、自分の子供が生まれた時にちょうど同じ頃に生まれたチンパンジーの子を探してきて、新生児を一瞬育てた人がいるんですよ、アメリカ人で、研究者でね。でずっと発育を比べた。そしたらなんと3歳ぐらいまではチンパンジーの発育の方がはるかにいいんです。何でも優秀なの、チンパンジーは。問題は4歳ぐらいから人がどんどん育ってくるんですが、チンパンジーは育てません。その理由ご存知ですか。それが心の理論って言われるものです。何かっていうと、だからこれを簡単に調べるには3歳児5歳児この辺で変わりますからに舞台見せといて簡単な実験をするわけですね。それを心の理論と認知科学者は呼んでるわけです。で箱が2つあって、そこへお姉ちゃんが来てですね、人形を入れるんですよ。人形を入れて蓋していっちゃうんです。いいでしょ。その次お母さんが来てですね、この人形をこっち入れちゃうんです。でまた蓋しちゃうんです。同じ箱ですよ。でお母さんいなくなっちゃう。そこへお姉ちゃんが戻ってくるんです。戻ってきた段階で見てる子供に質問するわけですね。戻ってきたお姉ちゃんは人形を取るのにどっちの箱開けるでしょうって聞くわけ。いいでしょ。簡単ですよね。そうすると3歳じゃなんていうか、今人形がこっちの箱、これを仮に B とすると B の箱に入ってる知ってますよね。こっちに入ってるのなんと3歳児だと B を開けるって言うんですよ。3歳児は自分の知識が全てです。ですから自分が今人形は B に入ってるってことを知ってますから、舞台に戻ってきたお姉ちゃんは B の箱開けるって言うんですよ。5歳になるとちゃんと A の箱を開けると正解するんです。どういう意味かっていうとね、お姉ちゃんはお母さんが人形を入れ替えるのを見てなかったから、お姉さんの立場なら自分が入れた方の A を開けるだろうという推論をするんです。これが心の理論です。お姉さんの立場に立ってものを考えるということができるようになります。立場に立つということは自分と相手を交換してるということですよ。その根本には自分と相手が同じというのがなきゃいけないんです。そうですね。同じって交換できるということは同じということですから、同じレベルにあるということですから。ですからもうこれで人間の社会の説明も終わりです。民主主義ってこういうことでしょ。平等ってね、平等なわけねえだろって見たらわかるでしょ。年寄りもいれば若い人もいれば、お金持ちも貧乏人もいればね、いろいろいるんだけど、人間はなぜか知らないけど最終的に平等って言い出すんですよ。こう頭で考えたら人間は平等です。感覚で捉えたら人はみんな違います。どうでしょう。アートはどっちかって話だったんだから。でこれがアートが01、つまり同じの世界に入ってしまったら面白くないんですよ。絶対に入れないんだから。だから必ず作品はユニークなんです。それ1個なんです。いくら精密なコピー作ったってそれはコピーなんです。で最初からコピーで動いているのが現代社会です。お分かりですよね。だから私がマレーシアも一人行って、キャメランハイランドっていうマレーシアの山奥の町でスターバックスがあるんですよ。なんと。ですからそこでコーヒー飲む。一番驚くのはコーヒーの値段が換算すると東京と同じ。スターバックスは世界中どこにでも店出しますけど、同じコーヒーを同じ値段で売ってます。よろしいでしょう。ずっとこのところ言われてきたグローバリゼーションと何かって同じってことですよ。どこへ行っても何もかも同じにするってことです。だからおそらくね、都市ができてきた時に必ずアートができてくるんですけど、私はアートっていうのはそういう意味で同じの解毒剤になってんじゃないかなって気がするんです。そうでしょ。同じ、年は同じですよ。どのぐらい同じかっていうと、以前に関西テレビの納豆ダイエット事件ってあって、覚えてる方あるかもしれませんけど、あの時面白かった、私が一番面白いと思ったのは、ニューヨークの街頭インタビューっていうのを関西テレビがやったのは実は東京でやってるんです。それで東京の街を外人歩かしてインタビューねすると、視聴者はみんなニューヨークの街頭インタビューだと思ってる。要するに適当な角度を取っていればニューヨークだろうが東京だろうが変わりないんですよ。横浜でも大丈夫だと思うんですよ。都市ってそういうとこなんですよ。でそれが0と1の間の話であって、だからなんで皆さん方のお宅のテレビがデジタルテレビに変わったのかっていうことですね。おそらくどなたも納得してないんじゃないですか、結局根本は。これはグローバリゼーションを進めていくのという論理と全く同じですよ。つまりデジタルならば同じにできるからです。根本的に全く間違いのないコピーを作ることができるからです。それが皆さん方が暗黙に人間になった時に持った非常に強い、なんて言いますかね、これ無意識のモチベーションなんですね、同じにしていくって。これをだから進歩と呼んできたし、一方ではグローバリゼーションと呼んだし、それが行き着いた先がコンピューターの世界です。コンピューターの世界って0と1でできていて、なぜそれがいいかというと、全て01で書ける。数字は2つしか覚える必要がないんですね。そうでしょ。でそういう世界をどんどんやってきて、それが進歩であり合理的であり経済的であり効率的であると、こういうふうに言ってきた。でそれは当たり前で、そういうふうに世界を作ってるんですから。そうですよね。で一番困るのは、そこでどこが困るかというと、人間に持った瞬間に困っちゃうわけです。なぜなら皆さん方は一人一人違って世界に一つだけの花なんですよ。で一つだけの花のくせに、なんでコピーばっかり使ってんだよ、こういう話になるわけね。じゃあってんで個性を発揮しようとか言うと迷惑でしょ、周りが。で面白いんですよ、人間ってのは。自分でいろいろやってジタバタしてる。でこれはだからおそらくアートとかそういうものを考えようとした時に、多くの方がアートというのは相手だ、絵なら絵だというふうに思ってるかもしれないですね。そうじゃないんで、もう一つは絵を見てる皆さん方の方にアートであるかないかがあるわけです。で物事をユニークなものとして見る、一期一会ですよ、まさにね。今の瞬間これを見てる。だからこれはものの見事に出ているのは、私はゲートのファウストだと思いますね。ヘレンよ止まれという、言うと地獄に落ちるんですよ。これ一瞬ですよ、ね、止まってはアートにならない、人生にならないんです。でも多くの方が今はそれを完全に止めてるわけでしょ。つまり何年だったら課長になって、何年だったらそれが終わったら部長になって、そのうちうまくいって社長になって、この計算やってるのはね、一期一会じゃありません。そうでしょ。これ論理計算で、その世界はコンピューターにやらせていいんです。だからサラリーマンが不安になるって僕は当然だと思うんですね。だから仕事取られちゃうんじゃないかって不安ですって言うから、これ解決策は簡単ですよって私、どうすればいいんですかって、コンピューターのコンセントを抜けばいいんですよって言うんですよね。だって近くのコンピューター自分でコンセント入れんじゃないですかって言うから、それを犯罪って言うんだよって私は言うわけです。でそういう時代になりましたでしょ。だから私はアートってあんまり関心がなかったね。なぜかっていうと、こうやって理屈を言う人間ですから、アートって理屈にならんなっていうことは前から思ってる。理屈にならないものを理屈でやってもしょうがないですから。でもこうやって押してってみると、なんと理屈の端からなんて言いますか、理屈を徹底的に詰めていったらいつの間にかアートがこぼれ出してきたというかですね、それでアートっていうのはその01じゃなくて0.1であえただなって急に思ったわけですね。でそこでまだピンとこない人のためにちょっと言いますとですね、実は01って何かっていうと、私に言わせると脳みそなんですよ。皆さん方の脳みそって見たことないでしょうけど、原理は非常に簡単で神経細胞がつながってるだけなんですね。で僕ユーネオロンって本にそれ書いたことあります。これが脳みそだよって絵を、バカみたいな絵ですね。絵でなんかこんな絵だったと思います。神経細胞がつながってるだけで、出口と入り口があるんですよ。外へ出ていくのと、ね、入って知覚系から入ってきて運動系が出ていきますから。でこれ脳みそだよって、これ何かっていうとですね、神経細胞です。神経細胞がつながってるだけです。でこれ何をするのかっていうと、興奮するか休んでるかどっちか、神経細胞一個一個は。でそれは0か1かです。神経細胞の状態は1であれば興奮してるし、0であれば休んでると、これだけのことです。それしかない。そしたらそれで世界考えて見てるんだから、世界01なんじゃないのって言うんです。そうじゃないんですよ。よくよく考えてみると、この細胞が興奮するかしないか、この細胞にどのくらいイオンが溜まってくるとかですねそういうことと関係があって、そういうこと一個一個の細胞に注目すると、もう 99.9% まで興奮しそうになってるってやつから、もうとても興奮なんかできませんよ、 0.00% の、ね、興奮の確率しかありませんよやつまで分かれちゃうんです、この一個一個の細胞は、ね。ただしこれ回路として機能するためには、これが01でやってる仕事になる。それだけのことで、そこを見て我々はそれを真似してコンピューター作ってるんです。だからコンピューターと我々の脳みそがそっくりなのは、それは当たり前なんですね。ですから理屈できちんとものを考えて決まった手続きでやると、これはいずれコンピューターに必ず置き換えられるんです。面倒くさいからやらないだけです。今でもできるんだけど、コストかかって人間にやらせたが安いわっていうことがまだ今のところは多い。だけども、もう少ししますと、多分おかるでしょ、将棋とか碁なんてルールが非常にちゃんとしてますでしょ。そういうしかも局面が限定されてます。碁だったら19路19路ですね、1919であの上で白黒だけでやるんですから。そうするとこういうふうなアルゴリズムって言うんですけど、手続きが決まっているものは、で論理ができるものは、これはコンピューターの世界です。人間の立ち入る世界ではもうありません。コンピューターやらせていいんですもんコンピューターだけ置いといたら何もしないでしょって、近頃のコンピューターちゃんと学習しますから。学習も人間が学習するのと同じようなことで、学習をすることができるようになりましたんで、ちゃんとものを覚えてきますから、皆さん方の顔ぐらいはちゃんと覚えるようになります。そうすると必要ならそれに置き換えればいい、ね。で僕面白い時代になったなと実は思ってまして、そういうふうになってくると、まあ古くは肉体労働者が、ね、機械に置き換えられていったんですね。おかしょ大と運動なんてありましたよね。機械の打ち壊しとか。もうそのうち今度はこういう論理計算をちゃんとやっていくような、そういうふうな仕事はコンピューターに置き換えられていく。昔からよく手続き通りできちんとやるっていうのは官僚的って言いますけど、官僚機構いりませんよね、コンピューターあれば。私昔からそう思ってるんです、実はあれは機械で置き換えた方がいいと思う。人間がやるから腹が立つんでね、機械が官僚的に振る舞っても別に腹立ちませんよな、当たり前ですからねでそれは全部機械に置き換えた方がいいと思って、私はそっちの方が人間幸せになるだろう。だから面白いでしょ。じゃあ皆さん方はそういう世界で何すんだよって話なんですよ。これで人間なんで生きるかとかですね、どういうふうに生きるかとか、人はなんで生きるかとか、そういうのはね、僕らが若い頃ですと青臭い話で、若いもんだからそんなこと考えてんで、大人は忙しくてもうそんなこと考えて暇ないよっていうのがですね、なんと今では私はあらゆる人の問題、ね、もう一度それを考える時代になったのは面白いなと思ってます。実は。でそういう時にだからアートの位置が違ってくるんですよね。そうなるとアート今言ったように感覚ですからね。で感覚の作用って千差万別ですから、これはね、科学の中にもこれがあって、実に私は面白いと思ったのは、イタリアは古い国ですから、イタリアに行った時にですね、前から知ってることはあります。それはピサの斜塔ですね。あれガリレオが実験したの有名でしょ。同じ大きさの球を重いのと軽いのと上から落として、ね、頭で考えると重い方が先に落ちるに決まってんだろうと思うわけですよ。ところが実際に落としてみると同時に落ちるんですね、ほとんど。そうでしょ。これは 何したんですか、ガリレオは。それ実験ってよく科学の人は言うんだけど、私はそう言いません。あれは感覚に訴えたんですよ。だって球を落として見てんだから、具体的に。そうでしょ。ほら一緒に落ちるじゃん、見てごらんって言ってるんです。で実証じゃないんですよ、感覚で見てるんですよ、科学っていうのは。具体的に、別の言い方すればね。で理屈、頭の中で考えると重い方が先落ちるだろうそりゃってこういう話になる。で科学というのはですから、感覚に訴えることによって頭の中の世界を訂正していくんですよ。その頭の中の世界ってガリレオの時代にはどこにあったかっていうと、教会です。そうでしょ。もう何百年も頭のいい坊さんたちが散々議論してるんですから、ね、論理としては精密なものが変わってますが、感覚に訴えてみると、そうでしょ。だから感覚の方が強いというのが経験科学、実証的な科学ということになるんだけど、私がイタリア行って面白いって言ったのは、今度はイエズス会の教会があるんですよ。イグナチオ教会っていう、四ツ谷にありますけど、それとは本拠があるんです。イエズス会の本分だった教会が、イグナチオ教会の入って、本堂っていうんですかね、真ん中の天井を見ますとですね、天井がなんていうかこう二重の天井になって、ドームがあるんですね。きれいにドームが見えるんですよ。こう面白い、このドームは騙し絵なんです。騙し絵なんです。どう見たって下から天井を見るとこういう丸天井なんですよ。だけど実際には平らなんです。面白いでしょ。科学が実証、感覚を中心にして教会に反旗を翻したわけですね。だからガリレオが修行作業にかけられたんですから。でその科学の方が進んでいこうとした時代に、今度は教会は何をしたかっていうと、天井を騙し絵描いたんですよ。感覚は当てになりませんよってね、蝶々発してやるでしょう、なかなか両方で。そう思った。どちらも人がやることですから、どっちが正しいとか正しくないっていう考え方は取れません。私は取りません。我々は感覚も持ってるし、同じという意識も持ってるんですね。でそのバランスの上で生きてるんですわ。だから文明と言うんですけど、文明は普通都市という形で出てきますけれども、文明が進んでくると必ず芸術が発達しますね。文明っていうのは何かって、私に言わせれば同じって世界です。同じって世界がどんどん進んでくるとしょうがないから、都会の中の解毒剤としては、ね、アートが一番いいんだな、そういうわけでアートが存在してるのかって、私やっと最近この年になってだってほとんどアートって俺分かんねえなと思ってましたからね。それでちょっと具体的なものをお見せしたいんですけど、今度のトリエンナーレでね、これで飾ってほしいなと思ってるんですけど、ちょっといいですか、暑いからちょっとあんまり寒いんで厚着してきたら暑くなっちゃいました。これ何だと思います？モダンアートね、どっか置いてあったの見たことありません？これは小檜山さんっていう慶応大学の名誉教授の先生が撮った写真なんです。作者はトビケラです。トビケラって虫ですよ。トビケラの巣なんですけど、ミノムシみたいな感じで水の中住んでってですね、そこら辺にあり合わせの材料を持ってきてですね、巣作るんです。これ見事もんでしょ。僕これ見てね、ああモダンアートだよって。ちょっと少し例をお見せして、これどうですかこれこんな石の置き方ね。これびっくりしません？こういうやり方もするし、何気ないけどなんかルールがある、こういう、これなんか見事なもんですよね。ここが入り口ですよ。ここから虫が顔を出してるんですけどね、本当はこれも何とも言えないでしょ。こういう自然なものって私はだからアートなんですよね。非常にユニークで、これだって同じ巣はないんですよ。まあいろいろ今お見せしたのは違う種類が作ってるんですけど、同じ種類が作ったってやっぱり似たようで違うのしか作れない、決まった建築材料があるわけじゃないですからね。その辺にある有り合わせの石ころとか木切れとか持ってきてくっつけてるんですから、あとなんか虫の大きさとか癖とかがあって、それで特定のルールがそこに出てきて、で我々見てるとそのルールがなんとなくあるのが分かるんですね。だから綺麗だなと思うんで、この美しいということは私はやっぱり考えたことはなかったんです。考えたことないとおかしいんですけど、非常に手入れしづらいんで扱わないできたんだけども、まあ、この年になるとやっぱり見てて自然の世界、特に虫なんか綺麗だなと思いますね。変なもんでしょこれ。これなんかどうですかカタツムリじゃないんですよこれこういうの等角螺旋っていって結構生物の世界では普通に出てくるんですね。この曲線の接線を取るといつも同じ角度になってますから等角螺旋って言うんですけど、これ大体人間が好む形で綺麗に見えます。まあ動物も好むって言ってもいいんで、アンモナイトなんかも典型的にこれですね。そうかと思うとこういうのもあるしね。これも外のものをくっつけて作ってるんですけど、こんな感じ。これもですよね。それをくっつけて見事なアーティストじゃありません？知って最近はもうこういうの見てる方が楽しくなってですね。なんかこう何ですかね、これわざとらしくないんです。意外僕最初にこういうことを考えるようになったのは、ある程度のやっぱ年になって保育園の子どもたちに話してる時に、保育園に行った時にですね、見事な増加、バランス増加があったんですね。それでお母さん、保育園児のお母さんが作ってくださったやつを保育園で飾った、初めて見た。見事で、まず最初私は増加と思わなかったんです。ところがですね、ちょっともう少し見て、葉っぱがついてたんですね。葉っぱ見た瞬間にこれ造花だと思った。なんでそれが分かるかっていうと、こうじゃないからなんですよ。こうじゃないからって、まあ分かるでしょ。人間の作ったものはどっかね、嘘くさいんですね。たちまちバレたんですけど、造花だって。それから考えるようになったんですけど、葉っぱってどういうふうに並んでんだろうなっていうことです。葉っぱってね、一本の木にいろんな向きで葉っぱついてるじゃないですかね。あれ結局どういうルールでついてるのかって考えると、お日様って一瞬たりとも止まってませんからね。そうするとずっと動いてくるんですよ。その間に一本の木が葉っぱに光を受けて光合成するわけですからね。一日の間に最大限の光を受けようとすると葉っぱをどう並べるかっていう問題を解いてんだと思うんです。私はそう見えるんですね。そうするとその解いた答えは一つだかいないんですよ。そうでしょ。一つだかいないんだけど、やっぱりそういうふうなルールで葉っぱ並べてるに違いないなと思うと、そういうふうなルールが自然の中には必ず通っていてですね、我々は本当に千万年何億年も前から自然見てるんですから、そういうルールがあるところを一人でに見ちゃってるんだと思うんででそれを見ると自然なものは美しいなと、こういうふうに思うんじゃないかなと思います。で時間はこんなもんですかね、50分で、あとまたスタンと話することになってますから、 あと5分ですと紙が貼ってありますけど、まあ5分10分とりあえずここで私の話を中継で終わっておきますので、どうもありがとうございました。養老先生、どうもありがとうございました。それでは次に後半、養老さんと布施さんによる対談となります。まずはここから先は布施さんにお任せしたいと思いますが、まず布施さんと養老さん、どうぞよろしくお願いいたします。ではここからは布施さんにお任せいたしますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ養老先生よろしくお願いします。でまあ、今お話伺ってていろいろ思ったんですけども、一つは最初の方でおっしゃっていたアートっていうのはコピーじゃないっていう話で。でそれで思い出したエピソードはなんかピカソの話なんですけど、ピカソがなんか電車乗ってた時に、まあ、あんな顔なんですぐ気がつくみたいで、なんか誰かに話しかけられてピカソさんって言って、なんかあんたの絵はわけわかんないみたいなことをちょっとこうなんていうかな、苦情じゃないけど、言ってですね、じゃあ どういう絵がいいんですかってピカソが聞いたら、まあ、男の人みたいだったんですけど、奥さんの写真を出して例えばこんな風に描いたらいいんですって言ったんです。そしたらそれに対してピカソが何て言ったかっていうと「へえ、あなたの奥さんは随分小さくてペラペラなんですね」って言って。でつまりそのピカソにとって、絵っていうのはイメージじゃなくてやっぱりまず物なんですね。で物であって、それはだから写真のようにコピーできるものではなくてっていうことをちょっと思い出しまして、であとはじゃあ物って何かっていうと、例えば大きさの問題っていうのがあって、絵のサイズですね。そこポスターありますけども、なんていうかな、複製にするとサイズってこう自由自在に大小変形できるんですけど、やっぱ絵にとってサイズってすごく場合によったら大事で、なんかある時パリのギュスターブ・モロー美術館っていうのがあって、そこに行った時にギュスターブ・モローっていう、まあ、近代の画家が、いて、でそこでなんか日本語の本を売ってたんで、日本に帰る時の飛行機で読んでて驚いたんですけども。ギュスターブ・モローがルーブル美術館に行って、まあ、絵の研究、レオナルド・ダ・ヴィンチの研究をするんですね。で何したかっていうと、聖アンナと聖母子っていう絵なんですけど、縦と横のサイズを測って、それと同じサイズの、絵をキャンバスを作ってそこに絵を描いたんです。でつまりギュスターブ・モローがレオナルド・ダ・ヴィンチから何の影響を受けたかっていうと、サイズだけなんですね。で描いてる絵はもう全然ダ・ヴィンチと関係ない絵なんです。で、でも多分それはギュスターブ・モローにとっては大変重要なことで、絵っていうのはなんかあるなんていうかな、風格を持ったサイズみたいなのがあって、でまあそういうもんなんだろうなっていうようなことをちょっと今お話を聞いてて、23思ったんですけど、まだ話しますか。いやまあ、僕の2人で45分の短いんで、なんかいっぱいネタ用意してきたんで、1人で話そうと思います。あ、すみません。そしたらプロジェクターお願いします。12月にパリにちょっと行ってまして、で養老先生に、お土産を買ってきたんですけど、で最近養老先生先ほどもそうでしたけど、白って書いてこれ黒だろうっていうのを結構なんかお好きで、秋ぐらいに養老先生のお宅に伺った時に、鎌倉のお宅に伺った時に、まあ、それ初めて聞いたんですけど、でそのイコールっていうのに今一番関心があるっていう。でそれとまあ同じようなことを、まあ、映っちゃってるんですけども、やってるアートがあって、でこれメガネ拭きなんですけど、なんでこのマグリットですね、マグリットの展覧会でちょっとフランス語はよく分かんないですけど、セシネパユヌピープって、これはパイプではないっていう。でパイプの絵を描いてパイプではないって。でどっちなんだってパイプなのかパイプでないのかでこれフランス語ですけどなんか英語のバージョンもあってあこれはフランス語か「This is not a pipe」ってなんかペンパイナップなんとかみたいな「This is not a pipe」っていうそれもあってそれでぜひ単純に眼鏡拭きとして先生これ使われてもなんか公開でお土産渡すのなんですけどであるいはなんかその白と黒っていう時になんか公園で使っていただいてもし眼鏡拭きで使っちゃったら念のためにはがきも持ってきましたのですみません。はい、でこの言葉の問題っていうのは言葉と絵のギャップですね。でこれはやっぱり白って言って、白って書いて、黒だっていうのと似てるわけですよね。パイプっていうのが視覚的なイメージで言葉で否定できるわけでなんかちょっとこの話しようかなと思ってそのポンピドーセンターでちょっと思いついて買っただけなんですけどもいやいいんですよ面白かった。でいやいくらでじゃあ私もうちょっと話してどうしようかななんか先生なんかこう、突っ込むとこが出てきたらいや言葉は同じって能力がないと絶対できないんです、はい、パイプっていうのはいろんなパイプがあるはずだけど全部パイプですもんね、はいはいそうですね、だからそれは要するに同じパイプなんですよね、うん、で気が付かれたかどうか分かんないんですが皆さん英語を習うときに僕はよくリンゴで説明するんだけど「ディアップル」と「アンアップル」ですねこれね結構説明ができる人少ないんですよね。で今言葉ってできちゃってから非常に時間が経ってますからいろんな使い方が、ね、不純なものが入っちゃうんだけど本来はアンアップルっていうのは頭の中のリンゴでディアップルっていうのは感覚で捉えたリンゴですね。だからディアップルは常に具体的なリンゴに使われるわけで頭の中のリンゴっていうのはアンアップルこれ概念としてのリンゴですね。ピンときますつまりねアンアップルっていうのはどんなリンゴか分かんないんですよ。どんなリンゴか分かんないんだけど誰でもリンゴって分かってる今僕リンゴって言ってますけどどこにもリンゴないの、にもかかわらず皆さんリンゴって一応分かったでしょ。お前が言ってるリンゴは俺の考えてる梨のことだろうと思った人います？言葉ってものすごくそういうところが面白くて、要するにリンゴって音に対して全員が同じことを考えてるって前提になってるんですよ。だからリンゴだと問題が起こりにくいんですけどこれがね正義とか公平とかね民主的という話になると大喧嘩になるんですよ。テロまでいっちゃうんですね。それなぜか実は頭の中で考えたことみんなひょっとしたら違うかもしれないんだけどそう同じにしないと言葉は成り立たないんですよ。通じないっていうことになっちゃう。そうでしょう。皆さん方同じってことに暗黙のうちに寄りかかって言葉を使ってるんですね。だからディアップルだと具体的なリンゴですから感覚から入ってくるからそのリンゴあのリンゴこのリンゴになるんですね。でこれユンヌとかあるいはアーですね不定冠詞なんでなんかそういうことですね。概念でのアパイプではないもしかしたらザ・パイプであるかもしれないっていうマグリットはすごいそうだいや勉強になりました。そうかそうかじゃあもうとりあえずパソコンは。あとでまたちょっと10分ぐらい何かちょっと一段落したところでこのままでもまあいいんですであとは今話が言葉の問題になったので、まあ、言葉とビジュアルの問題になったのでこの横浜トリエンナーレの中でこの正座っていうキーワードがあってで先生の助手やってたのは30年ぐらい前ですかね、まあ、その頃先生よく視覚言語と聴覚言語の、誕生っていうか人類の始まりのところでそこでこう正座っていうのがすごく重要な役割を果たしてたっていうことを、おっしゃって、言いましたけれども、まあ、要するに文字っていうのは、まあ、相当、歴史時代に入ってからできてきたわけですけれども、3万年前5万年ぐらい前のその人間は、一応脳は私たちと同じわけですよね。で、同じ脳を持っているのにその、文字を使う能力がないっていうことは、そうすると文字がないってことはその部分が退化しちゃうっていうか、脳の中でなくなってしまうわけなんだけど、そこをなくならないように温存してきたなんか理由があって、でそれが養老先生は正座じゃないかっていうようなことをおっしゃって、正座を、なんていうか、正座イコール文字みたいな。で要するに感覚で見れば単なるこう散らばっている点々の集合なわけですけども、そこに、熊であるとか白鳥であるとか何かをこう、読み取って、で場合によってはさらにそこに物語までもこうできてしまうっていう正座っていうのですね。正座の大きな特徴はやっぱり固定してますから、いつも同じものを見ることができますよね、言ってみれば。そうするとしかも単純な図形が作れるわけです。線でつないで。でしかもなんでね、あんな古代文明ってヨーロッパに限らない、エジプトとかねに限らずマヤ文明まで天文をやって見てるわけじゃないですか。でマヤなんてちゃんとした文字が、文字一応あったんでしょうけど、相当前からそういうものを見て、多分代わりにしてたっておかしいんだけど。どうしても先に脳みそできちゃいますから、で使わざるを得ないんで、多分その正座って皆さん不思議だと思いません？なんであんなややこしい形考えんだよとか、だからなんかね、やっぱりそういうことに使ってたんじゃないかなと思うんですね。そうすると、特殊な能力のある人でしょうけど、当然当時としては。でもやっぱああいうものでその文字の一方の流れっていうのか、文字に変わっていくっていうかね。それがもうちょっと単純化されて一般化されると文字になります。で動物がやっぱり文字を読めないっていうのが面白いなと思うんで。はい、でその今先生マヤ文明とかエジプト文明って言いましたけど、その先史時代クロマニオン人でこれの打ち合わせで12月頃になんか東京で打ち合わせした時に養老先生が「我々は」ってよく言ってて、で先生の言う「我々」ってのはどこまでですかって言ったら、なんかクロマニオン人まででなんかネアンデルタール人入らないっていうで、養老先生が「我々」って言った時はその日本人とかですね、なんかその今生きてる人間とかじゃなくて、すごい超迫害でクロマニオン人まで入るってことなんですけど、でその要するにクロマニオン人が書いたそのアルタミラとかラスコとかああいう洞窟壁画で、あれは動物描いてるわけですけど、でなんかある時そのスペインの、アルタミラ本物は入れないんですけど、横になんていうかな、再現した洞窟があって、で、なんか洞窟壁画っていうと、洞窟っていうじゃないや、壁画っていうとなんか壁に書いてあるっていう言葉のイメージか側面に書いてあるっていうイメージがあるんですけど、アルタミラは天井に書いてあるんですね。で側面には何も書いてなくて、で天井に牛がいたり、なんか、鹿がいたり、いろんな動物がいて、でこうやってなんかバカみたいに見上げてて、でこの体勢で思ったんですけども、これ単なる推察っていうか何の根拠もないんですけど、これ正座じゃないかって、もしかしてで養老先生がおっしゃるその我々クロマニオン人以降の我々が脳が全く変わらないとしたら、そこに文字言語に変わる何か正座っていうものがあったとしたら、ですからあれはなんていうかな、今普通絵画としてアルタミラの洞窟壁画とか単なるビジュアルのイメージとして見てしまうんですけど、もしかしたらあそこに何て言うかな、言語とか文字とかそういったものも隠されていて、それを読み取っていたんじゃないかなと思ったりもするんですけども。面白いですね。確かにそんな、だから文字と言葉が、言葉のために使われてる文字だから、文字っていうのはその今の我々が使ってる言語は聴覚言語と視覚言語が共同に全く同じに使えるようになってきたもんですけど、以前はそれがもっと分離してたはずで、だから漢字が典型ですけど、古い漢字はやっぱり象形文字ですよね。だから漫画ですよね。いろんな例があるんですけど、象っていう字なんかも典型で、あれもともとは象の格好してるんですよ。書ける人少ないんですけどね。象の漫画なんですあれね。でお尻ついて立ち上がっちゃったんですけど、今の象っていう字はその元の漫画から見ると、でもとにかく漫画性をどんどん失っていくんです、漢字は。でその理由も僕前に書いたことあって、要するに元のものの感覚的な性質が一つでも残ってる記号は文字ではなくてアイコンなんですね。だから温泉マークだと水面があって湯気が立ってるでしょ。でこういうのは文字じゃないんですよ。なんで文字じゃないかっていうと、湯気も水面も耳は分かんないんですよね。だから視聴覚が全く平等に使えるものが言語だというふうに進化していくんですね。そうすると目だけでしか分かんない特徴は文字から落とされていっちゃう。だから改めるのね、壁画典型ですよ、そういう意味ではね。で正座の方は逆に初めからそれがないので、つまり最初の印象がないのでね、感覚的な光の点以外は。でそこで個体発生は系統発生を繰り返すっていうので考えた時に、クロマニヨン人は系統発生ですけど、個体発生って子どもの成長っていうのを見た時に、さっき先生3歳と5歳の話がありましたけど、うちの息子がもう今20いくつで現代美術やってるんですけど、もしよろしくお願いします。で息子がなんか 2歳ぐらいの時に初めて絵を描いたんですよ。でその瞬間をすごくよく覚えてるんですけど、で、どういうことかっていうと、昔ピコっていうなんかこうタブレットみたいなのがあってテレビにつないでここで書くとテレビに映るんですけど、で最初は殴り書きしてたんですね。こう要するに線だけ楽しんでたんですけど、ある時三角形っていうか逆三角形を書いて上に丸を書いて、で僕を見て「アイチュ」って言ったんですよ。でその時に多分初めて具象画を描いたんですね。で親バカなんで並べって言って写真撮ってなんかちょっと本に載せちゃったりしたんですけども、まあそれはともかくで、それでその時に何ていうか何に気が付いたかっていうと、でつまりそのなんていうかな、絵っていうものと言葉っていうのを考えた時に、言葉の方がなんかこう高度で、後から身につくものって普通なんか思ってしまうじゃないですか。とか逆だったんですね。つまりアイスっていう言葉を知って、でその後にアイスを描いたんです。アイスの絵を描いたんですね。でそこでだからもしかしたらそのクロマニヨン人たちもなんかそこら辺のこう言葉とイメージで、実は具象画っていうのは言葉が最初にあったのかなと思ったりしたんですけど、どっちが先かはなかなか難しいですよね。多分両方の能力は持ってるんですよね。それがだから僕言語でいつも言葉でいつも腹立ってるのは、例えばフランス人なんかだと音声言語が言語の基本だっていうふうに考えるんですね。明らかに歴史考えりゃ音声の方が先ですから、文字は後から入ってくるんで。だけどそれは単に書く道具がなかっただけで紙もいれば鉛筆もいるだろうっていう話で、字を書くためにはそれは文明の後になってこないとそういう道具がなかなか手に入らないので、仕方がないから音声が先行してるわけですよね、言葉。だけど本当は多分両方の能力が同時に発生してしまってるんですよね。で歴史的にそれが文字が遅れたような形で実現されてくる。だからそうやって思えば、さっきから布施君言われてるように星座にしてもアルタメラの絵にしてもね、文字の代わりに使われた可能性ありますよね、もう少し広い文脈で見ると。でその辺はもう今は失われて、だから僕いつもさっきも言いましたけど、現代の人間って乱暴だよなっていろんなもの消しちゃうんですよね。それで同じにしていくんですよ。全員がスマホを使ってテレビ見てるわけで、たまには洞窟の天井に絵描く人がいてもいいんですけどね。僕を教えた医学部の学生に一人下宿の天井に絵描いて追い出されてちゃいましたけどね。今やっぱ追い出されるよね、それやると。そんなうまくなかった分かんないですけど。なんかよく養老先生冗談で絵を描いたりした時に授業とか講演会で笑われる時と笑われない時があって、で笑われる時はうまくいったみたいな、要するにこんな下手だみたいな、で笑われない時は何描いてるか分かんないみたいなことをおっしゃってましたけど、その謙遜でしょうけども、でも先生虫の絵とか結構うまくなんかあれですよね。この間もマグカップになんか虫の絵描いたのちょっとありましたけどね。僕の絵はインチキでね、写真撮ってなぞるんですよ、フォトショップで。ただね、これやるとね、写真っていうのがいかにダメか分かりますね。本当に自分が物見てないっていうのはよく分かりますね。写真撮っちゃうと皆さん安心してでしょ。あれってだから例えば虫の写真撮ったりするじゃないですか。でそれなぞったら絵になるでしょ、一応。でもきちんと描こうとするとたちまち問題が起こってくるっていうのすぐ分かります。例えば触角が出てくる穴があるんですけど、穴が写真で見ると暗いんですよ。当たり前だけど。で暗いとね、中見えない、よく。だからこういうふうになってるなって想像はするんだけど、今度それ絵にする時に暗く描いちまえばそれはそれ済みますよ。そしたらだけど写真と同じになっちゃうから、絵でやっぱり綺麗にね描きたいじゃないですか、穴の中の触角がどうなって。そうしたら途端に元の絵本を持ってきてみないとどうなったか分かんない。だから写真って写してるようで写してないんですよ。見えないところがたくさんある。だからそれを絵にする、僕はなぞって絵にするって意外に観察には重要だなって、ね、学生を教えてて絵描かしてたのに今頃になってまた改めてそう思ってて、皆さんもものを丁寧に見るっていうかちゃんと見る時は写真撮ってさらに絵にしたら随分違いますよね。見えないところが見える、なんていうか見なきゃなんないところが落ちてるってことが分かってくるんですね。でここまでの話目とか脳の話だったんですけど、あと先生と、解剖学なんでちょっと体脳じゃなくて、体の話もちょっと、できたらと思いまして、でこれ先生の方が専門なんですけど、ファーブル昆虫記読んでたらなんか、なんとか蜂がなんか幼虫を、どっかの幼虫を殺してっていうか針刺して、で自分の子供の、餌にするっていうのを書いてて、でところがその殺したはずのイモムシってそんな一括して言うとちょっと。で要するに何日経っても腐らないっていう、でそれが何でかっていうのをなんかファーブルが調べたら、ちょうどこの針の長さとこの手足の長さが、もうそれで刺すと、要するにこれ以上刺すと死んじゃうなみたいな、虫垂って死んじゃうなみたいなことを考えてやってんじゃなくて、でも要するに何も考えずにこう刺すと要するに体のサイズでちょうどいいところで止まるようになってるっていうことを突き止めたっていうので、その時に思ったんですけど、要するに知性っていうのは普通は脳で知性とか理性っていうのは脳の働きなんですけど、実は体っていうのもある種のそういうの知性とか理性っていうのか分かりませんけども、虫を殺さずにこう生かしておける体っていうのがあって、で体っていうのもそういうこうなんていうかな、心とかそういうのにも関係するものなんだなとこう思ったりしたんですけど、その虫は本当にいるんですか？はい、そういうとこありましたかね。結局は神経節を刺して麻酔するんですけどね。体っていうのは僕は有能論って書いてよく誤解されるんだけど、あれは基本的に人間が世界を測るのは体でしょっていうことだったんですよね。はい、皆さん方が世界を測ってる物差しは体なんですよね。で抽象的な言い方ですけど、だからそれを脳みそで測ってるわけじゃないんで、根本は体ですよね。脳も体の身の内で体の中ですから。でしかもこの指の先までちゃんと神経いってて、ね、これがないとどうしようもないわけで、人間の能力って逆にこう丁寧に使えばすごいんで。よく言われますけど、鋳物のね方なんか大体ミクロン単位で熟練を判断する。こうレンズなんかもそうだと思います。レンズ磨きを昔やったけど、ああいうのの表面のデコボコなんかはですね、ミクロンって言いますと1ミリの1000分の1ですよ。で3分の5とか1000分の6とかそのくらいの範囲でちゃんと分かるみたいですね。僕も時々自分でやってみるけど、そこまでは分かんないにしてもかなり細かく分かるんだなと思う。で皆さん方だと多分ですね、前に誰かが実験してましたけど、毎日使ってるお箸どのくらいの重さを測ってるか、つまり違う箸を持たせると、そっくりなやつでね重さ違うから分かるっていう、その細かさってすごいんですよね。まあ日本はそういう意味ではかなりデリケートな文化を持ってるんですね。感覚的中心の文化だって僕申し上げるんですけど、よくあまり気が付いておられないかもしれないですね。なぜかっていうと、近代、日本の近代っていうのがそれをどんどん変えてきたからですね。箸の代わりにで、だって子供さんスプーン使ってでしょ、保育園で見てるとね、こんななってスプーンでやったりしてるから、やっぱり箸の文化みたいなのは保存しないと、その感覚が微妙な運動がねできなくなってボケますよそれであと、その最初に言ってたちょっと数分間なんか お時間いただいて、ちょっとワンマンショーじゃないですけど、でぜひ養老先生に聞いていただきたい話で、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の話なんですけど、で、僕っていうか僕の研究室の人がやってるんで、なんか今見たらそこにいて なぜ来たんだっていうで、いなければ僕が考えましたみたいな、まあなんですけど、指導しながらで、それで、どういう話かって言いますと、なるべく早くでレオナルド・ダ・ヴィンチの解剖学研究の話で、ご存知のようにレオナルド・ダ・ヴィンチは画家であると同時に解剖学の研究もしていて、でこういった解剖のデッサンを200枚ぐらい残して、そこから推察するのに大体30ぐらいの死体を解剖したろうと言われていて、で、ここでお話ししたいのはこの、前腕の尺骨頭骨のこの話なんですけど、要するに解内で尺骨頭骨って前腕っていうのは肘と手首の間ですけども、そこに2本のこの骨が平行に走っているんですけども、でこれ実際に森外の本なんですけど、森外もこんなことを書いてたんですけど、でこれ何言ってるかっていうと、この親指の、養老先生には釈迦に説法なんですけど、一応皆さんにもあるので、で親指の位置を見ていただければ分かるんですけど、こちらはこうなっていて、こちらはひっくり返ってるんで、要するにこの手のひら分かりやすく言うと、幼稚園の時の「キラキラ星」の歌ですね。「キラキラ光る」の時に骨がどうなっているかっていう、でつまりその尺骨と頭骨がこう X 状にこうクロスしているという、でこれを界内界外といって、親指が内側にあるのが界内で、外側にあるのが界外というんですけども。でつまり手首を回すっていうのは、この尺骨頭骨が X 状にクロスすることなんですね。でこれは僕が見つけたんですけど、でレオナルド・ダ・ヴィンチがやっぱり尺骨頭骨描いてるんですけども、で別のページにこういう絵があるんですね。でここから明らかに分かるのは、レオナルド・ダ・ヴィンチもこの、手のひらがひっくり返る時に、何が起こってるかってことが分かっていたと。でこれアニメーションにしてしまうと、ダ・ヴィンチの時代のアニメーションなかったですけど「キラキラ光る」ってなるんですけども、でここまでは、ダ・ヴィンチもこれ単なる解剖学の話なんですけども、で、それで、最後の晩餐ですねのこの絵なんですけど、で、ここにはその12人の弟子がいて、でゲーテがイタリア寄港した時、イタリアに旅行した時にこれ見た時の感想を書いてるんですけど、要するにすごくイタリア人気質、もうなんかみんなこんなになって、なんかなんていうかな、こう心の表現をしているっていう。でなんかレオナルド・ダ・ヴィンチっていうとこう暗い人っていうイメージがあるんですけど、多分ドイツから来たゲーテからすれば、やっぱりダ・ヴィンチもなんかこんなことイタリア人みたいにやってて、そのイタリア人気質が現れていて、この手の多様性っていうのがなんていうかな、あらゆるポーズの多様性を試みているっていうようなことを書いていたんですけど、でこれをしかしよく見てみると、これまずキリストに向かってこっち側なんですけど、例えばこの真ん中のこれは下げてみると親指が内側なんで界内ですね。であるいはこの人はこうついてるんで界内で結局全部界内なんですね。全部変えないで、じゃあキリストのこっち側はどうかっていうとですね、例えばこの人はこうやってるんで親指が外側にあるので海外で、この青い服着てる人もこうやってるんで親指が外側にあるので海外、要するに全部海外なんですね。でまあなんかあらゆる腕のパターンをしているようなんですけど、尺骨頭骨だけ見るとこちらは尺骨頭骨が平行に海外になっていて、こちらは全部交差してるんですね。でさらに、キリストですね。キリストを見るとこっちが海内、要するにこっちの人は全部海内なんですけど、それと合ってて、でこちらが海外なんですね。でまるでこう指揮者のようにはいこっちの人海外って言った、海内か海内って言って、でこっちの人海外って言ってこうできていて、でまあ要するに何て言うかな、驚くべき多様性となんか驚くべき統一感っていうのがあって、でこれはなんか解剖学で、かつそのダ・ヴィンチがその骨格がどうなってるかっていうのを知った上で描いてるっていうのはなんかすごいなって思って、でかつ結局これ骨の動きなんですけど、それが心の表現になってるわけですよね。で要するに心の表現って顔だとかなんとかじゃなくて、実はダ・ヴィンチは骨の動きだけで心のドラマをこう描ききっていて、そこにまた絵画としてのなんて驚くべき多様性と統一感があってっていう話なんですけど、っていうのを最近研究してまして、はい、非常に面白いですね。お気づきではないと思いますけど、実はこの海内ができるのは人だけですね。動物はこの2つの骨が普通くっついてましてできません。でうちの猫にこれやれってできないんですよ。犬もできません。それでもう一つですけど、実は宮崎勉っていう連続殺人犯、彼はこれができない奇形を持っている。こういう奇形が発生するということは、相当胎児の比較的若い時期に異常があったことを示す。で僕はまあそれはいろんな意見があるでしょうけども、心理的なね検査をするだけじゃなくて脳の CT 撮れって言ってたんですけど、まあ、やんないで終わったみたいですけど。なかなか難しい問題あるんですけど、でまあとにかく骨に出てくる一番人間らしい特徴の一つですね。これができるっていうの、それをよくだからさすがによく取り上げてるんですね。そうですね。要するに物を食べたりする時にこうやって掴んで、こうじゃなくてこうやってひっくり返って口に、でまあチンパンジーぐらいはやってますかね、もしかしたら。ちょっとよく見たことないんですけども、まあ人間だけ、要するに手が何て言うかな、歩くためじゃなくて自由になったがゆえに、何て言うかな、複雑な動きの方向に進化してきたっていうことで、レオナルドも気が付いてたんじゃないですかね、人の特徴だって。そうですね。動物も随分解剖してますから、こんな偶然でこんなにこうなんていうかな、規則性あるはずはないので、意図的にやったんですね。そうですねかなと思ったりして、という話をちょっと近況報告でこんな公開の場であれなんですけど、ちょっと養老先生にお話ししようかと思ってまして、はい、でで僕が話そうと思ってたのは大体そんなところでだったんですなんですけど、あと先ほどの、まあ、質疑応答もまた後でありますけれども、ここまでで何かですかね。いや今の話は私は非常に面白かったですね。皆さん絵って大体ポケット見てるでしょポケット、いやぼーっとして見てて綺麗だとか、それでその程度で終わるんですけど、絵ですね。こうやって解析すると非常に面白いところがあって、なかなか気がつかないんですよね。でもでそれはダ・ヴィンチはまあそういう人だったんで、考えに考えて計算に計算してやってたと思うんですけど、まあ、おそらくやっぱり全てのアーティストはよく考えてやってて、それでジャン・ミッシェル・バスキアっていうなんか子供の落書きみたいな絵を描く人がいて、まあ、僕と同じ年だったんだけども、30ぐらいでエイズで死んじゃったんで、もう随分昔に死んだんですけど、で子供の絵みたいな描くのでまあ、批判されて、要するに適当に感覚で描いてるだろうっていうことを言われたんですね。でなんかそれに対するインタビューのビデオが残ってて、その中でまあちょっと僕も驚いたんですけど、自分はどの一本の線も考えないで引いた線はないって言ってるんですね。でジャン・ミシェル・バスキアみたいにもうただ殴り書き落書きしてるような画家であってもやっぱり一流のアーティストと言われる人はそれ全部なぜここにこの一本の線を引くのかっていう必然を持ってやっていて、ダ・ヴィンチの場合はそれがすごく読み取りやすいんですけども なのかなと。だからその辺がさっきも言いましたけど文明が進んでくるということと、つまりその理性的にものを扱って同じにしていくっていう傾向と、もう一つ感覚をいかに維持するっていうかねのバランスですよね。それがアートに一番出てくるんだと思うんですね。だから感覚を無視するとアートにならないで、そうですね、はい、科学っていうか、はいはい、やっぱりあんまり今日日本のあれはなかったんですけど、日本の絵ってまた別に面白くて、抽象的なものは漫画とかアニメみたいな形になるしね、はい、どこまでも感覚が近いんですよね、どうしても。僕面白いなと思って色の話なんで白ね黒字で白って書くってああいうのを思いつくのはですね、実は解剖図なんですよね。江戸時代の解剖図って必ず色ついてるね。っていうのは実は報告書なんですよね。報告書っておかしいけど、実際に解剖をした場合には絵をよく描いてるんですけど、その絵は必ず色付きなんですよ。それで僕前に書いたことはそのこと僕しか言わないからあれなんですけど、本当か嘘か分かんないんだけど、色だけは嘘つかないっていうのがあったと。はい、形はねそれこそ当時遠近法できちんと描けませんから、日本の絵描きさんはそうすると形は崩れちゃうんですね。だけどそれからあんまり写真的な意識はない。だけど色はごまかしはないでしょ。で現場持ってって比べてみれば同じ色っていう。だから日本の場合のなんていうんだろう、リアリズムって意外に色に出てたのかなって。解剖図皆垣なんとか、あの人なんかはね、臓器の色を記録しようとしたから常に新しい死体を見ようとした。でそれはちょっと解剖学の話ですけど、近代解剖学の場合ホルマリンで固定するので色が落ちちゃいますけど、あの場合は形死体、要するに死んで直後なんでまだ色が鮮やかで、それはだから画家のスタンスもあったかもしれない知りませんけども、僕は死んですぐっての動物しか見たことないですけど、やっぱり色はすごい鮮やかですよね。でやっぱりなんかこの色の素晴らしさに惹かれてしまうんで、それ見たらやっぱり描きたくなっちゃうんですかね。どうでしょうね。あんまりアートと思わないかもしれないですけど、聞いて質問票っていうのは、はい、それではちょっと質問票の方を進めさせていただきまして、たくさんいただいているので私の方でもちょっとやりましょうか。実は多数いただいてまして、ちょっと時間内に収まるように大体グルーピングさせていただいております。はい、じゃあ一応今日のタイトルが0と1の間ということで、それについての質問で養老先生に質問なんですけど、このアート以外に0と1の間にあるもの、0じゃなくてその間にあるものはありますかという質問なんですけど、いや最近の私の定義はそれが人生だっていうことですね。うん、人生は0と1の間にある。死んでりゃ0で生きてりゃ1ですわ。はい、うん、間の人生全部その間に詰まったでしょ。そう思いません？それを今の人は0、1どっちかにしちゃうんですよ。面白いでしょ。だからもう少し説明すると、0か1かどっちかだと思ってますから、死ぬ気がないんですよ。永久に生きてるつもりでしょ。そのうちに iPS 細胞かなんか使って臓器を全部入れ替えてっていつも新鮮でって考えじゃないですか。本当に死ぬ気ないなと思いますよ、文明全体を見てると。あとじゃあ読みますと、技術者として働いており、難解から矢印で理解に移る際にアートな世界を感じますと。逆に自分が理解をしている世界を相手に理解してもらう際に見せるためのアートが難しいと思っています。その時に対するアドバイスがあれば教えていただきたいですって言うんですが、ちょっとピントがずれるかもしれませんけど、こっちが分かっていることを相手が分かるかどうかっていうのはまさにバカの壁でですね、これ一番難しい問題だと私は思ってまして、それなぜかっていうと、よく僕いろんなこと考えてこうでしょっていうふうに自分で答え出してニコニコして満足してることなんですけど、だいぶ前から思ってるんだけど、私が満足する答えと他の人が満足する答え多分違うことが多いんですよね。だからその科学みたいに徹底的に、まあそれこそ同じにしていっちゃう答えが一つありますけど、そうじゃなくてさっきの布施君のレオナルドの絵、あれ典型ですけど、ああいうことを発見して、ああそうだねって僕なんかすごい思うんですけど、あれね、おそらく何人かの人が集まってプロが集まって議論すると必ず別な意見で文句言う人は出てくると思いますね。で、私が納得する答えっていうのを私は自分でいつも考えて出していくんだけど、それは他の人が納得する答えであるかどうかは分かりません。僕一番最初にユーネロンで書いた、例えばゼノンの逆理、ゼノンの逆理って誰でも知ってますよ、ほとんど多くの人は知ってると思うけど、アキレスとカメが競争してって 100m 後ろから走ってったらね、アキレスがカメのとこついたらカメは先行ってだろって、その先行ってるカメのところへまたアキレスがついたらまたちょっと先行ってじゃないかって、いつまでたっても追いつかないって話あるでしょ。でそれの説明を僕は納得してるんですよ、自分の説明で。だけどほとんどその説明で納得する人って見たことないんですよね。だから僕が納得するのと人が納得するのは違うんだろうなと思うんです。でそれはいろんな理由があるんでしょうけど、でもそこまで細かいことはもうあれで、具体的にだから仕事の場面でこういうことは分からないで困るっていうことはありますよ、どこでもね。皆さん家庭があれば典型でしょ。僕若い頃はだから奥さんにね、女房に一生懸命説明して分かってもらおうとしたけど、現在は完全に放棄しております、ね、分かろうとするより合わせた方が早いそうでしょ昔は理解した方が早いと思ったわけですよ。理解してればまあね、大体することは分かるわけですから。今はもうそうじゃない、何を起こそうがまた高橋入れてるからそれに合わせりゃいいんだって、こうなりました。それでいいんじゃないですか。あと今そのバカの壁の話がちょっと出たので、もう昔のではありますが、ちょっといろいろ思い出して、そのバカの壁が売れてる頃に、なんか養老先生とエレベーターの中で一緒になって、先生なんか本売れて変わりましたかって言ったら、なんかもう年寄りだし何も変わんないよって言ってたのをすごく覚えていて、でそれは謙遜じゃなくてなんか覚えていて、それよりもそのバカの壁とかに対する、批判で、当たり前のことがしか書いてないみたいなことを、批判する人がいたんですけど、しかし、この場合アートの場合もそうかもしれませんけど、当たり前ってのは実はすごく重要なことで、ど真ん中すぎて誰も言ってないとかあったりすると思うんですけど、なんていう凡庸っていうのと当たり前っていうのはなんか微妙に違うじゃないかと思うんですけど、なんですかね、当たり前っていうか。僕はね、本当に原稿によく当たり前と書くんですよね。で当たり前じゃねえって言われることもあるし、変、つまり変わってる。だけど確かに当たり前に戻ってくるんですよね。で当たり前に戻ってくる方がなんかよく分かんないんだけど健康だって気がするんです。で相当変わったことを考えても結局それを当たり前に戻していくんですよね、多分。で面白いね、確かにそうなんですよ。だから長いこと80年生きてきてね、何してきたかって言ったらなんとか当たり前になりたいって言うとおかしいんだけど皆さんどうか知りませんけどね、僕普通の人っておかしいんだけど見ててね、時々思うのはこの人ってこの世に生まれて自分がこうなっていて当たり前と思ってるなと感じることあるんです。私違うんですよ。生まれてきちゃって世の中に入れてもらえんのかなって感じだった、小さい時から。で幼稚園なんか行ってもそうで、幼稚園行くと友達が何考えてるか分かんないし恥ずかしいんですよね、ともかく相手に見られるのが。だからその一生懸命相手を分かろうとするっていうか、そういうそっちが先になると自分のやることはお留守になりますからね、ますます不適応になるんですよ。それでいつだから世の中で割合変わってる人って自分が当たり前だと思ってる人ですよ。そうでしょ。なんでかっていうと自分は当たり前なんだからこうやってて当たり前だろうと思ってるから結構変なことするんです僕なんか入れてもらえるだろうかと思うから、できるだけ変なことはしないで人のするようにするっていう。それで考えていくと考えの方もそうで、できるだけ当たり前に戻すと、それで何が悪いんだよってね。面白いでしょ。だから科学の世界でね、独創的ってよく言ったんですよ、僕らの頃。個性的とかこれって困るんだよね。だから差別だとか言って怒られることがあるから本当は言いたくないんですけどね。独創的ってその人だけってことでしょ、ね、その人だけが分かることみたいなニュアンスがあるじゃないですか。それって精神科の患者さんでしょ。その人だけ分かる、みんなが分かるからアインシュタインなんですよ。アインシュタインの理屈が分かんないのは物理学者になれませんよ。そうでしょ。当たり前じゃないですか。だから逆に言うとあれってものすごい当たり前なんですよ。まあだから当たり前だから400万部も売れたっていうか、なんかいつか僕もとか思って、なかなかそういうなんですか。であと質問でいくつか似たようなテーマで、コンピューターとか人工知能とかロボットとか、まあそういったことについて何人かの方が書かれてるんですけど、例えばコンピューターで意識は作れますかとか、人工知能は美術に影響をしますかとか、ロボットはアートを感じることができるようになると思いますかっていうことなんですけど、ここら辺のコンピューター、人工知能、ロボット、アンドロイドとかについて何か考えてらっしゃることっていうのは。これは大体常識的に皆さんもお分かりなんじゃないでしょうかね。意識を持つかっていうのは質問がちょっと曖昧なんですね、実は。なぜかっていうと意識って定義がないんですよ。あるようで誰も定義してないんです。だから自然科学の世界には意識は入ってません。今まで入ってませんでした。最近やっと意識ということを入れても科学論文として扱われるようになりましたけど、だからといってじゃあ意識はどういうものですかと、つまり物理学的にどう定義したらいいか、エネルギーなのかそうでしょう、電気なのか磁気なのか、ありませんそういう定義。そうじゃなくて電気とか磁気とかエネルギーとかいうのを定義してるのは意識ですからね。そういうものの前提ですよ、意識は。むしろそうするとだから定義しないで通用するものがあるとしたら、それは意識しかないですね。全ては意識の上に乗ってるわけで、学問は。だから学問の大前提ですから、学問は意識を問うことをずっとしてこなかったと私は思ってます。で前提問うと足元を振るわけですから、これは危なくちゃないですねだから自分の足元を折ったらカミキリムシを取る人って枯れ枝持ってくるんですよね。枯れ枝の中に卵を産みますから、幼虫が育って、だから枯れ枝切ってきて置いときゃ出てくるんですよ、季節のカミキリ。で池田君が自分の弟子の稲垣君っていうのにね、木登らして枯れ枝切ってね、集める取るある時「おいおい稲垣そこ切ったらお前が落ちる」って自分が乗ってる間それですよ、意識の元気ってねそういうところがあるんで、おそらくタブーになってたんです。で今はそうしない。だからコンピューターが意識持ちますかっていうのはそこら辺から考えないといけないんですよ。意識とはそもそもなんだと。でそれね、他の質問もそれに似たところがありまして、なんだっけな、それもう一つあったんだよね。がどうと、でやっぱりなんていうのかな、体もさっきそのファーブルの例で体も知性だっていうか、実は三木茂雄とか内臓が心だとか言ってますけど、その脳だけではないなんていうかな、そこまでもこう再現しないとなんですかね、人工知能ロボットとかでとかも思ったりするんですけど、だからまさにさっき今日の時代の一つだった感覚もそうですよね。センサーですけどね、それはロボットだったら、そういうものが本当に真ん中の人工知能と一体化するような形がまだ十分にはできてないはずで、そういうものを作っていった時に、じゃあ同じものになりますかっていうと、そういう人には私は生物甘く見てませんってよくいつも言うんです。皆さんの細胞一個一個の細胞、大体人間100ね100兆だったかいくつだか知らないけど細胞でできてるんですよ。その一個一個の細胞が大体万単位のタンパクとか種類ですよ、さまざまな物質でできていて、それが全部つながって皆さんになってるわけですよね。それね、本気で考えてもらったんですけど、皆さん方自分の一番初めって覚えておらないでしょ。僕いつも言うんですけど 0.2 ミリの9玉ですよ。覚えてます受精卵で 0.2 ミリの玉がどうしてこうなるんですか。何十年かするとそれをちゃんと説明することができる人がいたら、私も大先生であれしますけど、できると思います。科学どこまで進みましたかとか、人間どこまでね、どこまで分かりましたかという人がいるけど、お前さんなんで 0.2 ミリがこうなったんだよって聞き返したい。甘く見ちゃいけません、人間皆さん方自身で。コンピューターなんて所詮人間が作ってるんですから、乱暴なもんですよ。それ細かく見ればそうでしょ。ばらしていけば金属以上割りね。皆さん方だから前はよく書いたんですけど、大腸菌作れないですからね、人間。そうでしょ、作れないんですよまだ。でふざけんじゃないって、コンピューター作れますから。大腸菌作れないこと考えたら、大腸菌とコンピューターどっちが偉いか分かるでしょそれ小さいから作れねえんだよっていうかもしれないけど、私はそう思ってません。だってなぜかったら、生き物って時々刻々変わってるんですから。コンピューターさん時々刻々変わってませんよ。それこそコンピューターの電源切ったらそのまんまですよ。で電源入れたらまた同じように動くでしょ。人間そうだったら便利ですけどね、女房がうるさい時なんかちょっと電源切っとけとかでそうですね、そのコンピューターの話で最初の方で先生がそのチェスとかあるいはその、オートバイと陸上選手を競争させるみたいなことで、まあ、要するにコンピューターに得意チェスとかその将棋とかはコンピューター得意だと思うんですけど、アートの分野においてコンピューターとかっていうのはまあ、それいろんなアーティストがそういったことを作品に作ってなんていう作品を通して問いかけているところはあると思うんですけども、だからそれはキャンパスとか絵の具とかね、そういうのに近いんじゃないですか。楽器の種類とか、それを上手に使えば、うん、いろんなものはできるはずで、 あくまでも手段ですよね。そうですね。でそしたら最後で先生さっき虫のミノムシが作ったいろんなので、今コンピューターとかは絵の具とかキャンパスとかそういうなんていうか道具だっていうで、結局じゃあそのこっち側にある人間の問題だと思うんですけども、でミノムシが作ったあれとかもその形自体も驚きなんですけど、やっぱりそれはそのミノムシにとっては驚きでもなくて、やっぱり人間が見ると驚きで、要するにそれを見る眼差し、誰が見てるんだ、どう見てるんだっていうことが重要になってくるわけですかね。ということをだから偉そうに言えば、アートは皆さん方が作るんですよね。見ている方が作ってるんですよ。でしょ、うん、見る人がいなきゃアートないんですから。で見る人が見てりゃ虫の巣でもアートになってるような気がするんで。あれ虫は何に対して、まあ、神じゃないと思うんですけども、なんか例えばセザンヌがその「あなたは神を信じますか?」って誰かに言われた時に、信じてなかったら絵なんか描いてないよっていう。でやっぱりなんていうか、無宗教と思われるセザンヌでさえも神の眼差しっていうか、神との対話とか神に答えるっていうことでやってたんですけど、虫はまあ養老先生に対してですかねそれが読み取れるから面白いっていうんですかね。何考えてるんですかね、虫は。いつもその虫どころじゃなくて、うちの猫だってね、何考えてるんだいつも思ってます僕。面白いですよ、猫見てるとね。向こうも見てますけどこっち。でそしたら時間最後で、なんか最後に先生にご挨拶じゃないですけど、先生鎌倉じゃなくて、箱根に別荘があって、前なんか半年ぐらい前ですかね、たまたま横通ったら電気がついてたんでいるかなと思って庭に回って「養老先生」って言って「伏せです」って言ったら、その窓の中でなんかちょっと私生活覗いちゃいけないんですけども、こうなんていうかな、電子顕微鏡をずっと見てて、でその時思ったんですけど、先生本当に好きなんだなと思って要するになんか誰か来たらそのポーズじゃなくて、誰も見てない時にでと思ってなんか思ったりしましたですね。それも見直しと、なんか誰かが見ることによってなんですかね。まあということで、いや先生本当に虫好きなんだなって思いました。ということで締めていいですかね。はい、では本日はどうもお越しいただきありがとうございました。養老先生どうもありがとうございました。布施さん、養老さんどうもありがとうございました。もう一度拍手をお願いいたします。